古事記八百万の神浮世絵ミュージアムオープン。大分県日田市豆田町に古事記を学べるミュージアムがオープンしました。古事記の物語に登場する八百万の神々の浮世絵を展示。神々が持つ神格を通して現代の私たちに向けたメッセージを読み解く。また小さな子供たちでもタブレットで古事記の紙芝居が楽しめます。館内にはポストカードや御朱印帳、クリアファイルや手鏡、しおりや絵本など八百万の神オリジナルグッズも多数揃えてお迎えします。古事記八百万の神浮世絵ミュージアム、大分県日田市豆田町でお待ちしております。